北川キャンピングベースの朝は早い。毎朝7時に出勤し、午前11時にチェックアウトの宿泊客を見送る。そして午後2時、北川キャンピングベースの新しい1日が始まる。宿泊に訪れたお客様を迎え入れるチェックインが始まりました。マキとかスミとかレンタル何か必要なものはございますか？マキとスミを多分お願いします。マキとスミでいいですか？先にも購入でいいですか？途中で後で、はい、オープンして3年目だけど、週末の予約はキャンセル待ちのお客様でいっぱいになるんだって。どんなに忙しくてもチェックインの受付は支配人の郷田さんがやっているそう。どんな風に受け付けているのか支配人の郷田さんに聞いてみた。チェックインは何時から？はい、チェックインは2時からです。ただし、1時ぐらいからはね、アーリーチェックインとは言わないですけれどもね、準備できた状態ではご案内させていただきますので、1時ぐらいからはどうぞお越しいただいても大丈夫かなと思っております。実際アーリーチェックインってやってるんですか？仕組みはやってないです。ですからお金もいただく想定は一切ないので、基本それより早いのは なしですね。今一組あたりどのぐらい受付時間になるんですか？4、5分ですね、一組ね。で実際なんですか、ここが満員というか全て埋まった時ってお一人で全部受付やってるんですか？そうですね、スタッフ他にもいますけれども、駐車場の整理、誘導、検温でサイトへの誘導っていうのを分担して、現金をいただくね、お金をいただく受付の説明自体は私一人でやってますけど、みんなでやってますよ。実際待たせちゃうこともある？そうですね、一番やっぱり混み合う時間帯は、最大で10台ぐらいね、下で待っていただくこともあります、重なるとね。どうですか、温度上がってます？大丈夫です。大丈夫ですか？やけどしないようにね、火を足しながら、ね、楽しんでくださいね。で時には川に行って、ね、整ってください。はい、よろしくお願いします。チェックインが終了した午後4時、営業をスタートした2年前から欠かさずにやっているというサイトの見回り。シャワー室のところもね、ちょっと電気もつけながらできます。テントを設営しているお客様に声をかけたり、サイトの電気をつけて回っているそうだ。全部ね、サイト、お客様がいらっしゃるサイトだけではなくてね、やっぱり安全に、トイレに行ったりとかっていうね、安全の第一もあるので、お客様がいる範囲のね、サイトの電気をつけてやってます。大体なんかいつもね、ルートが決まってて、4番5番から上がってって、6番の方に行ってとかね、なんか大体ルートがね、決まってってますね。コンセントはね、屋外用のコンセントですけど、照明のやつが丸なんですね。お客様のお持ちになってくる延長コードももし丸が2つだと、これちょっとこのね、サイトの、入らないんですね。だから、その時にはこの短いジョイントをね、足してますので、あんま気にせずね、お持ちいただければと思います。ね、延長コードがね、四角い方が入りやすいですけど、それは大丈夫です。こういうのをちゃんと準備してね、回ってますのでね、はい、声かけてください。こうやってつけますね。はい。先にはね、この辺りを使ってくださいね。ますね、はい。あと電源はどうでしょう、使われますか？あ、今使ってます。扇風機使ってます。扇風機もう使ってます。はい。ちょっと一回差し替えますね。ちょっと場所変えます。整いましたもんね。いい感じですね。ぜひまたね、はい、よろしく。あとワンちゃんは必ずリードつけておいてくださいね。はい。よろしくお願いします。気をつけて楽しんでくださいね。はい、よろしくお願いします。こんにちは。だいぶもう整いましたか？いや、まだまだ。もう一息。なかなか向きが難しくて。タープも貼られますか？そこを悩んでると思ったんだけど、なかなか難しいなと思ってて。
タープをどのぐらいのタープですか。まあ、大きいですかね。大きいですね。この入り口を向こうからこっちへこうかけるか。だね。で、まあ、ポール立ててもらって、まあ、こっち通れるスペースあればいいので。大体これですよね。ここが限界ですよね。まあ、その辺ですね。この辺までで、はい、あのポールを選んでもらえば。で、焚き火スペースね。チャレンジした。合田さんは、見回ることによって、お客様との触れ合いが生まれたり、初心者の人には設営の指導を行ったりすることで、キャンプを存分に楽しんでもらいたいという。水場もね、ちょっと見ながらね。はい、今ね、シャワーの方がね、終わったお客様がありましたのでね、バスマットの交換をしに行きたいと思います。じゃあこちらですね、どうぞ。まあ、20分500円ということでね、シャワールーム使っていただいてますけども、お客様が終わるたんびにね、バスマットの交換というのをしてます、ね。やっぱり人が使った後のね、バスマットで入るのあんまり嫌ですよね。できるだけね、快適に使ってもらいたいのでね、掃除をしてますね。ね、バスマットを交換して新しいのにね、交換します。で、やはりね、ちょっとね、汚れがありますからね、ちゃんとね、少しきれいに流します。交換の時はもうこのぐらいですね。まあ、ちょっと中をね、さっと流すこととバスマットの交換ね、という形をとってます。あんまりね、濡れてれば拭いたりもしますけどね、はい、やっぱり次のお客様がね、快適に過ごせるようにということでね、やっております。だからちょっと混み合う時間帯はね、特に8時台ですかね、もう9時が終了ですから、その時間はやっぱり混み合いますね。やっぱりこうちょっと手間なんですけど、こういうことをやってますんで、やっぱりその時間も待っていただかなきゃいけないのでね、できたらもうね、夕方ぐらいから空いた時間にね、皆さん交代に入っていただければと思います。まあ、20分ですからね、さっきの広さありますのでね、ご家族で20分交代ということもいいですし、ね、みんな一緒に、はい、まあ、小さいお子さんとだったら一緒に入っちゃうということもできますからね、でも楽しんでいて、ね、さっぱりとして、ね、お風呂はないですけどね、どうぞ使っていただければと思います。ね、シャワールームの入り口もね、ちょっと新しいロゴにね、変えましたんでね。であとこういうところをね、掃除してます。拭いてます。結構ね、何も使わなくてもね、虫のがいっぱい集まってきてね、なってますのでね。まあ、これからね、夏休み、たくさんの方にね、使っていただきます。まあ、水場とかトイレをね、まあ、自分たちだけじゃなくてね、みんなが使う場所だということでね、そういう意識を持ってね、使っていただければ助かりますし、ゴミは持ち帰りというルールでね、やらさせていただいてます。ですから、こう、水場にも、ここは洗面ですけどね、上の水場にも、残飯がね、ここに残らないようにね、その都度持って帰っていただければね、助かります。ね、そうしたら次の人もね、気持ちよく使えますからね。まあ、ところどころでね、私どもが掃除はしますけれどもね、やっぱりその間、やっぱりね、毎日毎回見てるわけではないのでね、やっぱりそういった、マナーであったりルールであったりね、守って、楽しく安全にね、この北川キャンピングベースをね、使っていただければありがたいと思います。そうする分にはね、頑張って私もね、身を粉にして働いていきたいと思いますんでね、また皆さんね、この現場でお会いできることを楽しみにしてますね。よろしくお願いします。今日はお疲れ様でした。ありがとうございます。夜9時、センターハウスの明かりが落ちる時間になりました。北川キャンピングベースの一日が終わろうとしています。場内はサイレントタイムになり、静かに焚き火のはぜる音だけが響いてきます。